どうも、このるです。ひたおです。じゃあ今日はミーアイのハイファイブオフィシャル MV が公開されたので、そちらにしていきます。ま、あ、イコンで初披露されたハイファイブなんだけど、MV もめっちゃ良くないわかるー。このポップな感じすっごいい,いよね、うん。そう。なんか制服着たりもしとってさ、途中ね。うん。なんか海辺で踊ったりとかさ。もう、好き、爽やか、夏、弾ける、みたいな。 確かに、キータラさんが待ち望んでた海だもんね。<laughs> ねなんかやばないその発言。<laughs> <laughs> 夏曲と、海と <laughs>、みたいなさ、昔はね、定番だったけど。要する水着やねんか。<laughs> <laughs> <laughs> 水着はもう無理だとして、うん、でもなんかその、最大限夏の良さ出とるようだね。うん。いや、そうなん。ほんとね、制服でさ、砂浜でみんなキャッキャしとる感じ。さあ、うん、きらめきとさ、で、花火と夜は、みたいなさ。もうなんかもう、いいやつ、いい要素全部詰まっとるみたいな。そうだね。いや、EMV。いや、だほんとに m v な本ほんとね、あの、ミアイがマジで踊り出した以外はマジで良くて。<laughs> <laughs> やっぱりミあイは受け付けられないんですね。<laughs> そうですね。ミあイのとダンスシーン映すぐらいなメンバーをマジで映してよって思うんよやい,やいや、それはでも、<laughs> それはほんとそう。みの分量いらんと思ったから、<laughs> そうだったよね。<laughs> <laughs> まあしょうがない。じゃあもう、ミアイだって、結構強制的に目を通らんや。ミアイのさ、応援はできん感じになっとくから。そのね、うん、メンバーのあれも出ちゃったでしょメンバーの、それぞれの猫の顔が出て、<う>なんなん名前も決まりましたもん出たもんね。そう。なんかメンバーのあれはなんか、ミアイズっていうのかななんかそれぞれにね、今回、今日発表される。ミん。イズ、うん<ー>、そう。<laughs> それで、それぞれメンバーごとの名前待ってってもう紛らわしい。ミャイで、ミャイズで、それぞれの名前待ってみたいな。忙しいしじゃあミャイなん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 リーダーミャイってなんなんじゃミャイリーダーなんじゃないちょっとあんまよくわからんなんだけど。あいつだけはさ、ごめんね、あいつとか言って。あ,いあの猫だけはさ、あの、別に誰にも属してないよね、だって。うん、最初のったううことなん全部はふっくるめたのがミャイみたいな。えぇ、ー ひとめた見合ずでしょま、そこ見合ずか。ちょっとわからんね。うん。<laughs> ごめんね。あいつ誰とか言ってごめんね。<laughs> <laughs> あと、ちなみにさ、あやねさんのさ、その猫はさ、みややねとか言って。言いづら。<laughs> ズいづらってなってるね。<laughs> なんか、やをさ、重ねることってあんまないねか <laughs> 続くことあんまなくない喋っとって。日本語で。にややね。みたいな。<laughs> みややね。ないね。ないね。みややねはなかなかないよ。 でもなんか、それぞれの見合図はさ、ちょっとは可愛いっていうか、それぞれの面からだし、結構メンバーにちょっと似とるって感じだから、うんうん、なんかそれはちょっと愛着感あるっていうか。うんうん、まあそうやね。うんうん。グッズ展開しやすいし、その、そう、しのやつ買うみたいな、う,んうん、うまいことできてんだ、みたいな。いやだから、多分 JO1 先輩がすごい成功しとるから、うん、でジェンドチャムでね。うん。 で、ま、あ JIP もさ、その、二十だったら2ズーとかいたりするから、やっぱなんか、あれだよね、キャラ、メンバーが写真とかいなくても、やっぱ、あの、ほら、収益化できる。その、わかる。<laughs> 最大限ね。そう、グッズ展開たくさんできるからね。うん、その、オタクもさ、全部が全部、顔が欲しい。あれ、ま、あ欲しいんだけど、なんかちょっと別のもので、ね、可愛い,いものでってなったら、それはそれでいいもんね。その、うん キャラクターでね、その、誰推しですっていうのが猫の形でアピールできるってわいね。かるわん、ね、かる。うん、そう、ファンは絶対わかるし、なんかそう、顔だったらちょっとさ、つけにくい人でも逆にキャラクターだったらつけられるっていうこともあるしね。うん,うん、うん、うん。そうそう。認めにいけん時に来てしまったね。<laughs> <laughs> <laughs> そうだよ。ミヤヤネと一緒にね、粉丸は。ミヤネと一緒に、そう,だね、そう。受け入れて感じ <laughs> <laughs> あと一年ぐらいは名前言いづらいって多分言うとると思うけど、ね、まあまあ頑張るね。うん、<laughs> まあそうだね、そのミャインも出てる MV だけど、本当にメンバー超可愛くてさ、あと本当にその、傾向で初披露で見た時も思ったけど、やっぱみんなにフォーカス当たってるっていうか、結構見せ場がいっぱいあるから、うん、なんか、すっごいずっと楽しいみたいな。うん、わ、うん、かる。天体もいっぱいあるしね、色々。うん、映し方も、うん。そう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 、うん、すごい。ね。 あの、セットもいっぱい。なんか、その、いいな、みたいな。<laughs> どこと比較していってますかいやいやどこも比較してないけど、すごい、豪華だな、みたいな。<laughs> そうだね。セカンドで豪華だな、みたいなね。セカンド,カンドって一回落ち着くんじゃないんっけ、みたいな。<laughs> あ、ちゃあセカンドってファーストと同じ衣装じゃないんっけ違う <laughs> <laughs> それ INI やねんか、絶対。絶対 INI のコールワンワン,ワンナインの話しとんねんか。<laughs> <laughs> すごい、いいよね。 セカンド、いいよね。<laughs> そうだね、セカンドいいよね。いやー、え、まで私さ、この制服の衣装、なんかこれ、結婚、うん、あれでもね、着てたけど、マジでこの衣装超可愛いよね。このさ、私立女子っぽい感じ。わかる。リボンとかが。かうん、そう、リボンが紐のやつさ、めっちゃ、すごいお嬢様か、あっていいよね、うん。そう。ね、お嬢様学校の子みたいなさ、わかるわかる。うん、で、しかもローファーでしょ、多分。ま、あちょっと革革のタイプのやつでしょ、ローファーっていうか。なんか、 うん、ここでスニーカーに行かず、まあ、スニーカーは海でもあるんだけど、なんか、ベースは多分さ、その、革靴のあれじゃん。あ、そうだね。うん、本川かは知らんけど、そうそうそう。その、一応日本のなんか流れくんどるから、やっぱ、見合いは、見合いじゃない、見合いは。そう。うん、いいよね。そう、わかる。なんかその、韓国の学校の子って感じよりかは、別に普通に日本の学校にもありそうな感じのスタイルだから、すごい、なんか、馴染みやすくて、違和感感じくてすごいいいみたいな。確かに、そうだね。あとさ、あの、 コメント見てたらさ、初カムバだからか、うん、その他の界隈の方がさ、その例えばミニです。看板を盛り上げに来ました。とか、そのジャムですとか、なんかなんならケ坂のファンですとか、うん、<laughs> なんか、いろんな界隈の方がさ、<ー>その盛り上げに来てるみたいなのあるじゃん。これなんかさ、あげないでも、ああ、すごいなと思っとったんだけど、その、ユーミー、ユーミってかまあ、ミーアイ界隈でも発生するやつなんだね。すごい面白いね。確かに。 なんか、今の時代、そういうのあるね。ファンダム同士で盛り上げる。お互いを盛り上げて、みたいな。だから、その分、相手の時も盛り上げる、みたいなさ。なんか、その、世界平和みたいなのがすごい繰り広げられてるよね。うん、そうだね。なんか、みんな優しいよね。<laughs> 優しくてすごいよね。いや、すごいすごい。でも、なんか、結局、それってさ、その、ユーミンさんの行動によるじゃん、そういうのって。そうなるかどうかは。ユーミンさん、優しいユーミンさんに触れて、来られたのかなって思うと、 なんか良かったね。確かに、確かに。そうだね。結局そういうのがなんか後々に繋がってくるもんね。そうだね。キータオさんなんて優しいファンダム大好きだもんね。まあそれも,もそうか。いや、そう。<laughs> そうもう殺伐としたらもう無理。無理だから。<laughs> 平和に生きていきたいからさ、俺は。<laughs> あとやっぱ初カムバっていうのもなんか嬉しいよね。そっか。そうだね。デビューの次だもんね。デビュー、だからセカンドだから、そっか。初カムバになるのか。ねー 結構初カンバ成功な感じじゃないマジでいい曲だし、うん、EMV だし、うん、なんか、なんか勢いがさ続いてる、まうん、なんならもっと盛り上がってくんじゃないかなみたいな感じじゃん。すごいいいよね。へえ。え、しかもなんか結構展開も早くないテンポっていうかさ、その、ファーストから、うん、デビューからのセカンドの流れもさ、割とそのテンポいいっていうか、なんか、うんうん、あんま間も空いてないし、なんかすごいね。うん、なんか、え、だ、これだって年内もう一枚ぐらい来そうじゃないだって。そうだね。普通にそうだね。うん 早いね、うん、そう思ったら。そう。年3枚と思ったら結構すごい良いペースっていうか。確かにね。てかあれだよね。そのさ、やっぱうちらは Mii を見るときに、やっぱどこかラポネ軸でいろいろ展開を考えるんだけど、うんうん、あの、結構ちゃんとコロナが、ま,あ、まだ今最近すごいけど、あの、コロナで自粛してたっていう流れは組んでないタイミングで初めてのデビューじゃん。その。そうだね。うん。ま、一応一種とかもおるけど、カムバって言ったら Mii がさ、 なんだろう、うん、なんかそうじゃんね。なんか、やっぱ INI もどこかなんだかんださ、あんま韓国行けないから日本政策でうんぬんとか色々あったけど、なんか Mii はさ、結構ね、パパパーンって行く感じがあるよね。そう。 そう、展開が早くてテンポ感も良くて、そう、いい感じに、いいタイミングだなって本当思う、いろいろと。そうだよね、露出もさ、なんか、まあ、この間だったらさ、桃、うん、モモナランが、なんかバラエティとかで出てたりしたよね、確かに、ね、うん,うん、うん、そうだね、そうだね。そう、なんかさ、そのなんかなん、なんか途切れず、みえが、何かしら音楽番組も結構、大きいやつも出てるし、みえ、うん、って。そう。いろいろ。おきいのも出てるし、ダンスだったらランちゃんが出たりとか、個人もね、ほ、うんと最近すごい出だしたからね。 うん。すごいね。うん、<laughs> やっぱ見合いすごいわ。やっぱ。見合いすごい。うん、なんかより、うん、お茶の間的な存在になっていくんだろうなっていうのがすごいわかる活躍だね。わかる。 ここ最近で一番オーディション見られたのって多分、ミチプ女子だもんね。うん,うん、絶対。だと思う。うん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 。ちょっと、ね、もうオーディション番組、ちょっともう肩だよ、みたいなさ、結構みんな飽きてるんじゃないかっていう中で、やっぱすごい盛り上がったから、うん,うん、うん、めっちゃ大成功って感じ。まあそうだね、あのちゃんも見てるし、粗品さんもしてたからね。<laughs> すごいな。<laughs> うん。ゆめーとか言ってよかっ,ったよ、夢キーとか。あ<ー>なるほどね。うん。なるほど。 で、以上でね、今回はミーアイのハイファイブ、オフィシャル MV が公開されたので、そちらの主張してたんだけど、いや、本当にこの夏にぴったしの曲だし、MV も最高だし、なんか、いいね。盛り上がるね。盛り上がるね。なんかね、ほら、トレーラーの時は大丈夫かなってちょっと一瞬思ったけど。うん。ティザーの時ティザーの時、そう、ティザーの時。なんか結構ハッピーなあれだったからね。うん,うん。なんかしかも、そう。 アメリカでなんかパフォーマンスした感じもちょっと面白かったしね、最初にね。うん。そうだね。だから本当に日本のテレビ番組で披露するのが本当楽しみだよね。うん。だからさ、未来の次の活動が楽しみだよね。そうだね。